私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。時間よ止まれ。大仙集落のゴールを前に幸せなこの時間が愛しくて、みその座で見事なゴール。郡川清座長公園が名古屋で千秋楽、笑顔でピースサインも、今は抜け殻。バイキーアイナ、本当の嵐の呼吸を。ケイトことキーアイナが演じる凛々しいマカロンは、そう言うと、ブリザードで自由を、ビッグウェーブでは平等を、そして、ローリングサンダーでは、博愛の心を持って、ローリングサンダー。とアドリブで第1部のケイト・シモンの舞踏会から時間旅行でボンジュールからの中でそのお芝居のテーマを盛り込んで唱えられたのです。2022年9月15日、名古屋みその座で6月3日東京明治座で開幕した郡川清特別公演、全体90公演の大仙集落を迎えました。開演5分前のベルが鳴り、アナウンスがあると、どこからともなく手拍子が起こりました。東京明治座、大阪新歌舞伎座、福岡博多座とバトンをつないで、全90公演のラストに、開演前から胸がいっぱいだったのです。幕が開くのが待ち遠しいような、でもずっとこのままでいたいような、ピリオド。ゴールインするその瞬間を描きながら、でもこのまま時間が止まって、ずっと心躍り、胸高鳴るこの幸せな時間にとどまっていたいような、時間よ止まれ。と、そんな幸せな葛藤を繰り返しながら、ステージの一瞬、一瞬を魂に刻ませていただきました。オープニングから、気合い入りまくりのケイト、うっつ、あっつ、と掛け声をかけると、バイトが最後だ。とアドリブ。西より東さんが演じる肉まんの着ぐるみを着た留学生のバイトブルボンに、肉まんが売れたのかを確認し、全90公演で一つも売れていないことがわかると、西よりさんだけ肉まんが売れるまで続けるようにと、ショー、どっと笑いながらも、なんだかそんなことがあったらいいなと思ったりしたのです。ババロアさんは、前夜もそうでしたが、お綺麗なお顔。公演中は、シワをたくさん書き込んだり、目をテープで吊り上げたり、逆に垂れ目にしたり、お歯黒をしたり、マウスピースを入れたり、付け鼻をしたり、と、いろいろなアレンジをしてくださっていましたが、カーテンコールで、作演室の堤康之先生が来場されていたので、綺麗にしたのだとおっしゃっていました。でも、前夜の前楽もお綺麗なババロアさんだったかと思います。明治座さんでの公演の時、ロビーでお話ししたファンの方が、皆の式を挙げようとしてやってるんだよという言葉が思い出されました。共演者の皆の式を挙げ、ご自身のテンションを高めてゴールを目指しておられたのかなぁと、私もその言葉に、それは堤先生へのリップサービスで、実際はもっと深い思いがあってのことではないかなと、勝手ながら想像したのです。後半、ケイトがお菓子たちにお礼を言うシーンがありますが、新薬のおかげで奇跡的に回復したお母さんのベッドで話している時から涙声になっていて、ピリオド、ヘタ、センタ、上手とフランスで出会った方たちのお名前を言いながらお礼を述べるシーンでは、涙、涙でした。そして、ショコラお嬢様の影武者としてドレスをまとったラストでのケイトは、輝く笑顔で両手を振って、そこで幕が降りたのです。割れるような拍手が起こりました。さすがにバッテリー切れでございます。ショー。清さんもが、インスタのストーリーズで、もう動けない。ダブルインヨーフ。おやちみ。ダブルインヨーフ。と書いておられたので、私も、ここで、おやちみさせていただいて、ショー、また明日の夜、コンサート、カーテンコールのこと、そして、できれば、全楽のことも書きますね。そして、カーテンコールでは、星田秀俊さん、曽我代歌寛太郎さん、山崎銀之丞さん、佐伯直さん、そして座長のキーアイナ、さらにキーアイナに促されて司会の西より東さんがご挨拶されました。舞台では泣いたことがなかったのにと涙ぐまれた星田さん、逆にその言葉にキーアイナ座長が涙した勘太郎さんのお言葉。できる限りお伝えできたらと思いますが、銀之丞さん、佐伯さんは
それぞれ思いを SNS で発信されておられたので、こちらに。山崎銀之丞さん。もう、次のお仕事が始まるのですね。そして、才木直さん。素敵な楽屋裏の様子もお知らせくださっています。ありがとうございます。そして、我らがキーアイナ座長。まだこれから90公演できそうな気がする。とおっしゃっていました。それは、このままずっと続けたいという思いからのお言葉だったのでしょうね。インスタのメッセージの抜け殻という文字に、あまりにも見事な完全燃焼のステージだったのだと、ジンときました。駆け足の更新で失礼します。それでは、またお会いできますようにから。簡単ふ。いつもお読みくださる皆様、ありがとうございます。皆様のご来訪に、改めて感謝いたします。氷川きよし、座長公演が名古屋で千秋楽、笑顔でピースサインも、今は抜け殻。氷川は、東京、大阪、福岡、名古屋、全90公演ご来場をいただいた皆様本当に本当にありがとうございました。というメッセージに続けて皆様のおかげで大成功を収めることができました。コロナ災いで奇跡的、そして歴史的な足跡をみんなと共に作ることができました。深く深く感謝します。と、感謝の思いを綴った。最後に、今は抜け殻。バイキーアイナ、と続け、座長としての重責を乗り切った疲れを明かした氷川。社内らしき場所での笑顔のピースサイン姿の写真を添え、溢れる思いを示した姿に、フォロワーからはたくさんの、いいね、が集まっていた。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを、購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。